行ってんの、アクロバット。そうですね、なんか年会費みたいなのを払って。いや、リアル、リアルやわ。行き、なんやろ、まあ、だから行ってね、年会費払って行こうと思えばいつでも行ける状態なんですけど、今も。でも最近は、まあ、学校もな、あるしな。そうなんですよ。なかなか行ってないんだな。あと僕一人で行くのとかがちょっと苦手で、うんうんうん、だから人見知りしちゃう。はい、うん、他の人とか多いから。調子いいね。そうなんです。え、なんか技とかはできるようになったの？な、補助ありならば全然バク転とかはできるんですけど、うん、すごい。じゃあ、あと一歩や。そうなんですよ。補助ないのがちょっとだけまだやったことがないんで。そうか、そうか、いいね。はい。じゃない、まあ、これからね、こう、披露するところがあるかもしれないですね。絶対にできた方が。そうね。ぜひね、楽しんでいただけ、楽しみにしていただけたらなと思いますけども。はい。まあ、なにわ男子で言うと、アクロバットできるメンバーで言うと、ハッスンできるし、チョークもね、バク転とかできてたんですけど、したくないって言ってますけどね。でも、やりたいメンバーはおらんのちゃうかな。そう、ああ、うん。だって、高橋は、体硬いし、道枝でかいし、長尾はなんかこうタピオカ飲んでるそうやし、流星は可愛いし、で、西谷と腰悪いし、だから、なかなかね、いやでも別にやりたいっちゃやりたいんですけど、でもまあ、でんぐり返しくらいやったらできますよ。まあまあ、それは小学生の頃から。まあね、まあ、する機会あればいいよね。はい。うん。またできるように、頑張ります。頑張りましょう。